話せったら。やだ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 、結婚してくれるって約束したじゃないの。話せったら。リンと分かってくれよ。僕だって辛いんだ。だけど仕方ないじゃないか。よそから来た人はこの町から出ていくようにって決まったんだ。町の決まりを破るわけにはいかないよ。好き好き。だったらあたいと一緒に他の町へ駆け落ちしてよ。そんな無理言うなよ。好き。ああ、花のルンルン気分が壊れちゃう。ご機嫌なエンジンを。町へ行きたい。人のいるところへ案内してくれ。一人で行きなよ。案内してくれればライドアーマーになる方法を教えてやる。ライドアーマー？俺はこのままで十分満足。ロボットなんかになる必要はないね。ついてくるなって。俺は好きに走っているだけだ。よし、ぶち切ってやる。町は近くか。ん？お前、火星コロニーから来たインビット攻撃軍の生き残りか。地球に不時着した仲間を探している。どこかで会わなかったか。え？会ったのか。知らねえよ。おい、待ってくれ。悪いことは言わねえ。この道を引き返した方がいい。軍のお兄ちゃん、この先の町に行っちゃダメだよ。これ、余計なこと言うな。町はあっちらしいな。おい、まあ、待てよ。火星の軍人たちは我々を追い払おうとした。消去せよ、消去せよ。やだ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 、あたいはあんたを愛してんのよ。一緒によその町で暮らしてよ、うん、勝手なこと言うなよ。僕はどうするんだ。僕に両親を捨てて他の町へ行けとでも言うのかい。べっちゃ故郷へ帰んなよ。ミントのパパやママだって心配して待っているに違いないんだ。好きじゃなかったのね。結婚しようって言ったのは嘘だったのね。ねえねえねえってば。しつこい女って嫌いだ。よう、坊やどうしたんだい。あたいは坊やじゃないわよ。お、なんだ、女の子か。ガキのくせしてよく言うよ。このガキの胸が膨らんでるかよ。よく見てよ。ほーれ。あー、よせよせよせ。分かった、もうそれ以上脱ぐな。これ以上脱ぐか。え、この町に軍人はいないのか。どうなんだ。ついてきな。いるのか。案内してくれ。いいよ、ミントも来な。わー、行ってもいいの。もう一度みんなに相談してみるよ。
チッ見せつけやがった。よう、腹が減って死にそうなんだ。なんか食い物くれないか。いいとも。ケン、やっぱあんた優しい人なんだね。あたいもトロトロだよ。うん。火星から来た軍人さんだ。仲間の人に会いたいんだって。だから俺これからロンリーランドに案内してやろうと思ってね。